綺麗。この満天の星空のどこかで、グノーシス現象のために惑星が消えていっているなんて信じられない。遥か昔、人はやむにやまれぬ事態に追われ宇宙へと進出し、以来4000年の間、隣人と呼べる生命体との出会いは叶わなかった。誰もが人は孤独な存在であると諦めかけていたその時、グノーシスは我々に近づいてきた。人という存在を消し去るために。祖父がよく言ってました。神羅万象には必ず意味や理由がある。だからこそ宇宙に存在することを許されるのだって。もしそうなら、私たちは滅びることを運命づけられている存在なのかもしれない。まるで宇宙が私たちを拒絶しているかのよう。僕たちはその運命を自らの手で変えようとしている。宇宙を拒絶しているのはむしろ僕らの方なのかもしれない。そのために先輩はコスモスを。僕の生まれた星はね、グノーシスによって滅ぼされてしまったんだ。その時に母も。僕だけが生きている。何もできなかったことへの贖罪か、全てを奪った者への復讐か、正直わからなくなる時があるよ。でもこれだけは言える。たとえ宇宙がそれを望んでいなくても、彼女は僕らの希望なんだ。わかります。なんとなくだけど、私もミルチアで両親を亡くしたから。シオン、なぜ自分がここにいるのか、自分のすべきことは何なのか、どこへ行こうとしているのか、すべてがまるでノームに隠された彼岸のよう。でも今は先輩の望みを叶えてあげたい。そこに希望が待っているのなら。